はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。奴隷のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。4時間足ボニージャーバンド下落トレンド進行中、1目金公表、トレンドはありません。ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、4時間足ベースは上値の重い展開も買い戻し、警戒と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 四、はい、時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線下落しております四時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中ですはいそんな中、ロウソク足といいますと直近のロウソク足は要線ということで現在買い戻し優勢ということです四時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中です四時間足ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということです四、はい、時間足の一目均衡表ですロウソク足直後の位置関係から明確なトレンドは出ておりません はい。それでは他の時間軸のチャート形状を見ていきたいと思います。まずは冷やしです。はい。冷やしのボリンジャーバンド。トレンドの方向性を示す赤い点線21日移動平均線上昇しております。その中、ローソク足といいますと21日移動平均線下抜けトライ中ということで、冷やしのボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、冷やしのストキャスティックス強い売りシグナルが点灯しております。はい。こちら4時間足です。4時間足ボリンジャーバンド。 上昇トレンドの形状、ただセンターラインを下抜けして推移しております。ストキャスティックス強い売りシグナルが点灯しております。はい続きまして二時間足ボリンジャーバンド下落トレンドの形状、ストキャスティックスは買いシグナルが点灯しております。はいこちら六十分足ボリンジャーバンドは下落トレンドの形状、ストキャスティックスは買いシグナル点灯ということです。 はい、三十分足ボリンジャーバンドはどうかと言いますと、こちらも下落トレンドの形状です。ストキャスティックス買いシグナルが点灯しております。はい、最後は。 えー、15分足のボリンジャーバンド、センターライン真横です、トレンドはありません、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということです。はい、それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです、サポートラインは145円の50レベル、145円の50レベルと考えております。続きまして、レジスタンスラインです、レジスタンスラインは147円ちょうどレベル、147円ちょうどレベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしたキャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10と以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コード、また YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい。そういうことで、ドル円本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。145円の50レベルから147円ちょうどレベル。145円の50レベルから147円ちょうどレベルということです。ポイントです。下落トレンド進行中、反発警戒ということで、はい。4時間足ボニンジャーバンド、下落トレンド進行中、4時間足一目均衡表、トレンドです。4時間足ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい。そういうことで、ドル円本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には、 上値の重いい展開も買い戻し警戒と考えておりますドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開も買い戻し警戒と考えております、はい、続きまして通貨強弱と板情報ということでまずは左手ボラティリティツール2時間足ベースということで、はい、強い通貨の順番を申し上げますまず一番強いのが5ドル続きまして円ポンドユーロ で一番弱いのが米ドルの順番ということで、一番強いのが豪ドルで、一番弱いのが米ドルということです。はい、続きまして、右手ですね、こちら、外貨ネクストネオのお客様の板情報ということで、はい、まずは売り注文なんですけども、146円の45から。 上ですね断続的に売りが、えー、集まってきております。はい146円の45あとは146円の80ですね、売りが溜まってきております。ストップ注文につきましては146円の50に小粒レスがだんだんと溜まってきております。はい続きまして、買い注文なんですけど買いは本日145円の896まで下落をしましたのではいもうすべて刺さってしまって今、換算としております。 そんな中ストップ注文は146円30。146円の25。あとは146円の102ま小粒ですが、だんだん溜まってきております。お取引をされる際には十分ご注意ください。ということです。はい、最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。